第4は辛い中お前がいて、支えてくれてよかったに関する海外の反応集。古いことわざにもある。セガダズホワットニンテンドンと。セガはニンテンドーがやらないことをする。おじさんは大事なシーンの記憶は残ってないのか。このアニメであそこまでやるとは思わなかった。この一族は変わらないな。相手の恋愛には鋭いが、自分の場合は鈍い。二人とも鈍感すぎるね。高文がゼロの使い魔を呼んでるなんて、最高だね。いじめられてたのは仕方ないな。学校でラノベ読むオタクはいじめられてたもんだ。あと、この本がエッチだとからかった子供たちに教えてあげるけど、ゼロの使い魔はちょっとエッチな本なんだよな。わら。ゼロの使い魔。時代適正。小学生がゼロの使い魔を読んでいるのを見ると自分が歳を取ったと感じる。ゼロの使い魔14巻だな。どうしてこれ、か。あのゴブリンが不死身屋だということを認めるのを脳が拒否するロル。ちょっと説明しがたいけど、俺もそう思う。かわいそうな不死身屋、幼少期はラガンでそれが強制されることで大人になってから輝きを増すのがよくわかる。ここのシーンは漫画ではとてもいいギャグだった。見事にアニメ化してくれて嬉しい。ツンデレイルフとおじさんのように、不死身屋と高文が一線を越えることはなさそうだな。子供の時の不死身屋を見るのが好きだわらわらわら。高文は趣味がいいな。ゼロの使い魔は名作。子供不死身屋スキル魔を。高文はいい趣味だな。ゼロの使い魔とかクラシック。子供時代の不死身屋は一体何がどうなってんだわら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 。なんで彼女はあんなにもグレムリンなのか。ゴブリン不死身屋がこれ、に成長した。不死身屋はとても成長したな。ゴブリンがすごく美しくなった。不死身屋はほんと可愛くなった。ゴブリンからこんな美女に、そのコーヒー飲んでみたいわ。うまそうだ。写真を写真で撮るおじさんが好き。おじさんが携帯電話のカメラで写真を撮っていたのが大好き。かわいそうな不死身屋、ツンデレイルフとおじさんの関係と同じように、彼女も高文の鈍さをどうにもできないんだろうな。中学で一気に成長したけどね。水着の日焼けの線がすばら。いやなんでもない。日焼けラインがセクシー。あの日焼けラインはやばい。不死身屋がこの作品を支えてるな。JC 画像をナーフせずいいね。他の女キャラがアニメではダウングレードしてる中、不死身屋だけすごいホットになってるのはなんでなんだろうか。高文の記憶がおかしいのか、中学生時の姿は一切ゴブリンに見えなくなってる。思春期が一気に来たのか。子供ってのは野生動物だから。大人の女性が相手を誘惑するのに自身の中学時代の画像を送っている姿を想像してみてくれ。一体どうしてそういう発想になる？仮に男がその画像を気に入ったら、それはかなりの危険信号だぞ。大人になってからの水着姿の画像を持ってないだけだったのかもしれない。でも、まあ確かにおかしいねわら。人生をかけた水着写真がコーヒー豆に負ける。面白いのが、自分以外の恋愛は理解できるというところ。水着がコーヒーの特売にコンテンツ力で負けてる残酷なおじさん。ここのシーンは漫画でもすごくいいギャグだったけど、アニメでもちゃんとやってくれた。デンシティにブサ密度が高すぎて、アパートの部屋の中に中性子星が発生しなかったのが不思議なくらいだ。デンシティイズゼアーデスティニー。にブサはその地の運命。我らがヒロインたちの苦しみはいつ終わるの？他人の関係にはすぐ気づけるのに自分のことには全く気づけてないのが笑える。二人の鈍さは血によるものだな。水が可愛すぎる、大好きだ。このアニメ、俺の中でどんどん大きくなっていってるわ。女キャラがみんな可愛すぎて一人に選べない。このアニメを心から楽しんでる。多分これが俺のアニメオブザイヤーだな。かわいそうな不死身屋。多分エルフがおじさんの鈍さをどうにもできなかったみたいに、彼女も高文の鈍感さを突破することはできないんだろうな。なんで不死身屋はこうも男に飢えているのか。おじさんは多分望みないけど、でも頼むから高文と不死身屋には希望はあると言ってくれ。でも高文は不死身屋を女性として見ることを断固として拒んでるから。不死身屋は諦めた方がいいかもしれない。高文は、おじさんよりもさらに難易度が高そう。彼女の誘いをわざと断ってるんじゃないかと思えてきた。高文はとってもピュアだ。不死身屋はできることを全てやらないと。不死身屋、ファイト。子供の時のトラウマが原因なのかもしれない。ピンチはチャンス。また次回が楽しみ。遅れることなく毎週放送されると嬉しい。高文との連絡方法も予想外で面白かった。毎週どんどん面白くなる数少ないアニメ。このショーのジョークはマジで褒めたくなるし、笑いすぎてしまう。周りからの評価はあれだけど、おじさんは努力とスキルですごいボスを何体も沈めているんだね。のろしの仕様も考えていたみたいだが、旗の方が明らかにいいと思う母。このアニメの全てが好き。とてもリラックスできる。旗のギャグがかなり楽しい。おじさんの実力も見れてないっす。今回は不死身屋のファンサービス。この鈍さは血筋だな。
おじさんほどじゃないと思ってたのに。かわいそうな藤宮。ガチャ引くときは、いつも自分に言い聞かせてる。さっさと藤宮は見切りをつけた方がいい。高文はもしかしたらおじさんよりさらに鈍感かもしれない。哀れなヒロインたちの苦しみが終わる日はやってくるのだろうか。ゲームや漫画、アニメに人生を教わってもいいじゃない。鈍いというより、あちこちに立っているフラグを避けることで意図的に彼女からのアプローチを拒否しているのではと疑っている。二人とも分かった上でわざとそこら辺はぐらかしているような気がする。このシーン大好き。このおじにして、このおやり。今現在おじさんの姉が結婚していることに驚くよ。あら、夫はかなり積極的だったに違いない。高文の顔から察するに、父親はセクシーで魅力的な男だったのは間違いない。おじさん 35? ずっと50かそこらだとばかり思ってたわら。シースルー、俺の心が。ナイス。シースルードレスは丸すぎるだろ。エルフのあれが見えてるじゃん。それはただの尻が、前から見えるお尻だろ。スパッツ履いてるから。スパッツ履いてる。ホット。110点満点のディードリット級。どうやってエルフをここまで完璧に仕上げたんだろう。愛です。結局ツンデレエルフってのは魅力的なんだよ。このエルフに完璧なところなんてあるかよ。醜い中年の人間を好きになってるんだぞ。初対面時はおじさんは17歳だぞ。本当の罪はエルフがツンデレってところにある。キュート。かわいい。キュート。かわいすぎるだろ。本当にエルフかわいい。ハート。異世界のおじさんの冒険がどう終わるのかはわからないけど、いつか再会してくれることを願わずにはいられない。おじさんのドヤ顔大好き。おじさんはあのシーンでは17歳だから未成年飲酒になるのでは。あのシーンだと20歳じゃなかった。うん、そのはず。前に言うと討伐済み。ぷよぷよの攻略本であれほどの知恵を得られるなんて、誰が予想できただろうか。ぷよぷよの攻略本でこんなに賢くなれるとは。ツンデレエルフはなんとかして現実世界に来いよ。なんとかして。おじさんが優しく彼女を家まで連れてくるべきだ。このアニメで最も苦しい思いをしているのは誰だろうか。おじさん、エルフ、あるいは藤宮か。間違いなくエルフちゃん。藤宮が彼女の苦しみに匹敵するにはあと10年ぐらいかかるかも。真に悲劇的なアニメだな。肉が肌色の剣士は許されざるよ。楽しいアニメだなあ。ツンデレエルフっておじさんを追って人間界に現れるんだよな。それが3話で起きると思ってました。看護師がそれだよ。エルフちゃんは不老不死だから、オークカオと一緒になれたかもしれない未来を無双しながら永遠の苦しみを味わうことになるだろう。スタンダードなファンタジー世界の理屈に従うなら長命ではあっても不老不死ではないはず。苦しみはせいぜい数世紀にとどまるだろう。前から不思議に思っているんだけど、おじさんはドリームキャストを持ってないのかな。持っているならなんでプレイしないのか。セガが最後に作ったゲーム機で間違いなくメガドライブに次ぐ重要なゲーム機なのに、おじさんの好みからすると実験的すぎたということか。このバカみたいなコントローラーほんと好き。セガの中にスタートレック式か UFO 好きがいたんだろうか。くさ、ねえよ。これ長時間使っても快適なんだろうか。エルフがあるが本当に気の毒だ。彼女の不屈の精神は称賛せずにはいられない。ツンデレエルフ役がトマちゃんなことに今気づいた。あの酔っ払っているシーンはめちゃくちゃ可愛かった。エルフはこの5年で俺が初めて恋に落ちたツンデレキャラだ。ただの可愛いから好きじゃなくて、心の底からエルフにガチ恋してしまった。ファミリーにようこそ。あのん、エルフに恋してしまったと言わざるを得ない。おじさんの相手はだよ。エルフの不幸を笑ってしまうのは申し訳ないとは思う。でも面白おかしくその本物の受難を表現してるからどうしても笑っちゃう。おじさんがツンデレエルフを杖代わりに使ってるのは分かってたけど、それでもオチで笑い死んだわ。ありがとう。じゃあここのシーンで大声で笑っちゃった。フラフラしてる動きが素晴らしかった。エルフはボックビッグオークカーマルマルクイコール大きなオーク地〇〇のためにあるからな。それが自然の摂理なんだよ。やっぱおじさんのあそこって顔面と同じようにオーク並みなの。ネタだとは知ってるけど、エルフは死んで、その辛い記憶をおじさんが消去してる説を真面目に信じたい。残念ながらエルフは死んじゃうんですけどね。しょう。グッド。そんなの漫画にないが。死ぬ。ネタだと知ってるけど、ネタじゃない、伏線だ。悲しい結末は俺の心が耐えられそうもないんだが、異世界転移して地球に飛ばされておじさんと一緒になる。問題が見当たらないんだが。ツンデレエルフ。漫画だとさらに痛々しかった。ツンデレエルフのドレス姿は可愛い。夜はおじさんを奪えなかったけど、翌日に補填した。おじさんのようにヤンデレエルフをゲットするためには何をしたらいいんだろうか。俺はすでに20年以上それをやってきた。俺のヤンデレエルフはもういつ来てもいい状態だ。醜くなって女性を無視すればいい。
ちょっと待て、どうして藤宮はおじさんが異世界から来たことや魔法のことを知っているんだ？前回の時には信じていなかったはず。最後に見たのがなかなか説得力あったからな。大草原。寝る時になってもまだ泣いてる笑い。ずっと誘惑してくる藤宮に気づかない高文が、エルフの気持ちに気づかないおじさんに小言を言っているのが面白い。ツンデレエルフが一晩泣いていた事実にハートが壊れる。夜更かしの歌。ここほんとキュートなシーンだった。藤宮がおじさんに心開いてきて嬉しい。ありがとう神様、おまけ会は飛ばされるのかと思ってたよ。藤宮はエルフガールの気持ちがとてもよくわかるに違いないロル。エンディング後のシーンを見逃すんじゃないぞ。最後のスパイシーなクレジット後のシーン、みんなクレジット後のシーンを見逃すな。俺が思った通りのことが起こったと思っていいんだよね。ツンデレエルフがピンチを大チャンスに変えた。とだけ言っておこう。あれはつまり、そういうことでいいのか？間違いないよな。ポストクレジット後のエルフの解読方法に興味があります。おじさんとエルフの話がベストわら。エルフがエピソードごとにキュートになっていると感じるのは私だけ？ロル。このショーの肝はやっぱりコメディラブなんだろうけど。しかし回想の度に可愛くなってる気がするルマオ。見てから1時間経っているのに未だに笑っている。おじさんとエルフの化学変化が好きだけど、この関係の続きをもっと見たい。セガとセガゲームの引用もあちこちに。こういうのをアニメで見るのはクールに感じる。しかしなんでこのショーの男はこんなに鈍感なのか。見ていて苦しいほどだ面白いけど、ツンダーエルフツンデレエルフはどうにかして現実世界に来るべき。どうにかしてなんやかんやで。エルフちゃんは今まで見てきた中で最高に可愛いツンデレの一人。彼女に同情せざるを得ない。マキでもこんなに苦しんでない。彼女にハッピーエンドを与えてくれ。お願いだー。このアニメファンサービスは結構はっきりしてる。今回も楽しいエピソード。このアニメは決して視聴者をがっかりさせない。エルフガールには地球までおじさんを追いかけてきてほしい。期待していた通りの素晴らしいエピソードだった。エルフの可愛い顔を上に堪能した。今回も面白かった。このアニメは絶対に期待を裏切らない。エルフガールがおじさんを追って地球に来る展開頼む。このアニメは今期見ている中だとぶっちぎりで一番面白いわら。1話読んで脱落したけど、もしかしたらこの漫画読むべきかもしれんな。彼女の苦しみはリアル。しかしこんな風に見せられると笑いをこらえきれない。グッドエピソード。エルフのキュートな表情が好き。今のところおじさんの鈍感さであと一歩届かない。異世界でのエルフとおじさんの交流を見るたび、彼女が現実世界にいないことに裏切られたような気分になる。俺が想像してるのであってるのかな？うん？ははは。解毒剤が何であったのか、かなり心当たりがある。彼女は前の夜からずっとムラムラしてたことを考えると、何かやったのは間違いないだろう。解毒剤が何だったのかって考えるとね。ちょっと待って、予備役プラス記憶削除。おじさんは童貞カードを消失していた？おじさんは知らずに童貞卒業してたんだね。ああ、おじさんのバカ。エルフとすでにやってるぞ。アニメでエンディングが書かれるとは思ってなかったが、うん、おじさんはここで V カードを失った。おじさんはそのことを知らない。おじさんの V カード童貞は奪われたってこと？ピンチはチャンス。エルフはチャンスを掴んだってことだ。これはやったってことかな？やはり地下。しかしエンディング後のシーンはちょっとセクシー。このショーで一番苦しんでいるのは誰だろう？おじさん、エルフ、藤宮、とても悲劇的なショーだ。間違いなくエルフちゃんだろう。藤宮には時間があるし、まだなんとかできる。俺もおじさんと同じぐらい鈍いんだな。このコメントを読むまで気づかなかった。彼女が用でも足しているのかと思ってた。おそらく彼女はおじさんをレマルプしたんだ。だが面白いし、おじさんは男でエルフはセクシーだから問題ない。そんな刺激的な内容ではなく、彼女はただ自慰行為しただけじゃないか、そっちの可能性の方が高いと思う。多分あれがおじさんに対するツンデレエルフの精一杯なんだろう。一人は美薬で興奮してて、もう一人は記憶がない。エルフの不幸を笑ってしまうことが気の毒で仕方ない。このアニメで一番苦しんでいるのは、おじさん、エルフ、藤宮の誰なのかわからない。本当に悲しいアニメだ。毒を欲しがる藤宮で大草原。エルフちゃん物語。エルフと藤宮には幸せになってもらいたいな。あの日おじさんが V カードを失ったとは思わない。眠っている女の子ならそうかもしれないけど、勃起もしない眠っている男だぞ。それとも、眠っている意識がなくても固くすることができる黒魔術でもあったりするのか？人生とは苦しみである。以上。